ちょっと皆さん、なんか自信なさげっすね。いや、難しすぎる。いやいや、だってヨコいけるわって最初言ってたじゃん、試食の時に。いけますよ。ちょっと自信なさそうにも見えるけど。いや逆にこれはいけるわって人もう確実。あ、やっぱリーダー、うん、すごいじゃん。マジで見ててほしい。やっぱ全然違かった。全然違う。舌触りって言ったよ俺最初。言ってたね、うん、そこに注目した。確かに言ってましたね。言ってた、はい、ミラとどうですか。やばいよ、もう全最後の5つ目食べた瞬間終わったってなった。逆に全部そっちか。だから結構変えたね最後で。あ、うん、じゃあさあ、それでは答え合わせをしていきたいと思います。はい、はいはい、それでは皆さん一斉に回答オープン。お願い、オープン。ほらね、終わった。終わったんだ俺。待って終わったんだ俺。嘘だろ、これ結構バラついてる。あれ、俺もう全員、もうみんな違くない。めっちゃ難かったんだって今回。終わってない。やばい AB そうなんだよ。そうだよね、 AB やばかったよね。そうね、横なんか B 自信なさすぎてた。ちっちゃくない。どっちも返したね、これ。あ、ただみんなが絶対に、こうだって言ってるもの C の、はい、まあそうですね、商品が、ちょっと頼むマジで合ってるんじゃないかということ で、ね、はい、それではじゃあまずは C から C から行きます。切っていきたいなと思います。そうしましょう、俺らの青春。そうしよう。 C の商品はこちらでした。そうバニラ。はい、やっぱりそうです。ありがとうございます。そうだよ。そうだよ。まあ、なんと言ってもね、やっぱシャリシャリ感が。そうね、うん。それこそリーダーの言ってた舌触り、ね。舌触り。はいはい。はい。まさに。青春ですよ、これ。いいね、いいね。こっからか、もう。まあ、そうなんだ。あとはもう。これはもうサービス問題でございます。はい、はい。え、こっからどうする、もうみんなバラバラ。だから、じゃあ B が俺以外。そうだね。あー。ベリーボーデン。うん、あ、終わりました。終わりましたよ。分かんないよ。分かんないよ。目的と推測から終わりました。この流れは違うと、うん、俺だけが会ってたことなんかないんだから。いや分かんないよ、まだここでとんでもない番狂わせが来る可能性もある。確かに、うん、頼む。いや B 行こう。行きますか、はい、行きますよ。 B 行ってみますか。果たして B の商品は一体何だったのか。正解はこちらでした。頼むレディーボーデン。レディーボーデン。まあ、ありがとうございます。はいはいはい、ありがとうございます。リボデンだよね。これは終わり。もう終わり。ザスザス。確か。よし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 。もうまあ、つまんないでしょもう。マジか。迷った。いや、めっちゃ悩んだここは。あ、もう最初だからこっちがもう食べた瞬間 A もうだと思って。うん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 、でこっち食べたらもうだってなって。もう分かんなくなってる。なるほどね。マジか。そうなんだよな。うわ、こっから難しいよ。いや難しいね。これどうすっか。どうしよう。あなたと俺が回答全く一緒だね。あれ本当だ。ほら、うん。あ、じゃあ俺いけるかもしれない。いや、それ前見たな。結構いい線してるよ。どっちもいけ、それも見たな。どっちもいけてなかったな、それで。スワ君とミナトも一緒だよ。嘘。で、ハーゲンダッツが、ね、A がハーゲンダッツ3。なんか3巻なんだか知らない。そう、ハーゲンダッツが3で、モーが2だから。うん、マジか。うわ、ちょっとガチャンやばい。ここ行ってみたいね。まあ、A 行くのかな。正直、A がハーゲンダッツってめちゃくちゃ自信ある。俺も自信ある。マジか。やばいわ。めっちゃ自信ある。なんだろう、A、モーめっちゃ自信あるんだけど、俺。いや、俺もね、モーだと思ってたからね、最初は。俺もなんか、モーとレディーボーデンの A、B で、最初めっちゃ悩んだ。そう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 。ハーゲンダッツは全然もう話に入ってきてないから、この会議には。うわ、ダメか、これ。でもアホジタだよ。確かに。この俺が言ってるってことはやばいってことで。でもあいついいやつなんだよ。じゃあ、A の商品。うわ、ここで変わるぞ。これ結構変わるよ。見ていきたいなと思います。確かに。横お願いします。いいですか。横これしかもうやることないから。確かに。A ね。A、お願いします。A の商品はこちらです。ででん。
ハーゲンダッツ。よっしゃ。すごっ。よっしゃ。マジで。よし。よっしゃ。奇跡起きた。カスにもしんかったな俺頭で。マジか。いいよ。わざわざバツしに来なくて。違うか。マジで。マジかよ。でかいこれは。希望見える。こういうこと、こういうこと。よし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 。よしよし。ここが逆なのか、次 BE が。そうね、そうね。はいはい、そうですそうです。よしよしよし。いやいや、まだまだそのね、諦めないでよ。確かに無理だけだけどさ。ね、言うんだよ、そのちゃんと。じゃあこっからですよ。こっから怖いね。結局だから、果たしてどっちがもうなのかっていうね。新田とリーダーが、D が。D が。もうバニラ。もうだったはず。ここで、E が、E スーパーカップが4人いるよね。4人いるか。あ、そうね。いいっちゃ。いいから行く。いいから行きますか。お願いします。本当に頼むぜ。いい。はい。スーパーカップ。D がもう。よっしゃ。ああ。来たな。マジでナイス。やっぱ俺とあなた味覚似てんだよ。似てるわ。すごいな。すごい。すげえな。マジで。マジで言ってんの。いやだ。マジか。よっしゃ。すごいな。ちょっと自分でもびっくりしてる。さあ、というわけで、キキバニラアイスは、全問正解いたしましたリーダー影山新田の優勝でございます。ありがとうございます。マジか、すごいわ、これは嬉しい。マジで勘だろ。いやいや書き直ししてない。俺もしてない。マジ。いや、すごそう、うん、でも影はさ、舌触りって舌触りだね。新田は何でやったの。勘だろ。いやでも舌触りと味、味、味。味。でもさ、あなたダメじゃない。A ハーゲンダッシュだしさ、D もうバニボーじゃん。いいじゃん。何それぐらい。寝ながら書いたべお前。大あくびしてた。俺ら大あくびしてたやつに負けたぞ。やばいよ。気をつけるからさ。やばい。余裕だったってことか。余裕すぎたんだな、あなたが。すげえわマジで。嬉しい。本当に。あ、新田はキキシリーズは2回目か。2回目。前回のカフェラテに続いて。カフェラテとリーダーもそうですね。全く同じなんですよ、新田と俺。やったね。さあ、ということで皆さん、今回キキバニラアイスを行いましたが、いかがでしたか。なんかさ、もちろん俺はもうひどいんだけど、俺もひどいんだけど、横のあの回答、一丸なわけよ。お、ほんとだね。そう。あの、見て、可愛い回答欄。次は横の自信あるやつでいかない。確かに確かに。ああなるほどね。何なら行ける。チョコチョコチョコ。でも本当に俺は味覚がね、子供だってずっと言ってきたじゃない。だからアイスなんてもういけないとおかしいと思ってたの。まあそうだよね。いけなかったから多分もう全部無理だね。うわ悔しい。でもいやこれ悔しいし、てかね、俺はね正直これちょっと納得いってない。どういうこと。なんでなんで。問い合わせ。縛れてる。縛れてる。またあった。うん、そんなわけないし。そんなわけない。この僕が間違えるわけない。この僕が。嫌な金持ちから来た。なんかさ、ちょっとなんか量少なかったし。これスタッフさんの手違いでってこと。なんか人目隠ししてんじゃん。口に入れようと思ったらねえの。ちょっと遊んでるべ。遊んでる。よし。はい、皆さんもぜひね、挑戦してみてください。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。